はい、かっちゃんです。今日はね、はい、詳しくは、説明欄に書きますが、はい、今日からちょっと特別プログラムを組んでいただいてます。食べるものもいろいろなの調整してますが、今日は14日目、はい、180日間でマイナス30キロのダイエット14日目です。で、今日から特別メニューを組んでもらって、これいつも通りのぴょんぴょんやる前に、スクワットを15回3セットやってからぴょんぴょんやります。で、今日もいつも通り、XM3 を飲んで、で、なんだ、もう息が切れてる。そう、スーパーミックスをガボガボと飲みながら、やっていきたいと思うんですね。はい、まあこれで準備完了です。そう、よし、じゃあまあ今日もこれからやっていくんですよ。あ、3分のタイマー入れるの忘れた。3分タイマー、タイマー、3分タイマー。今ね、動画とかで3分タイマーとか結構あるんだよね。ほんとありがたい。はい、3分タイマー、じゃあ今日も元気やってきます。今日もうね、もう腰が痛いかも。はい、はい、今日も XM3 とスーパーミックス見ながら、無事にぴょんぴょんエクササイズ、まあ、正式にはジャンピングエクササイズなんですけども、はい、まあ、大きく全身を揺らす感じです。で、これをやる前に、今日から特別ダイエットプログラムを組んでいただきまして、専門家の方にね、ご好意で組んでいただきまして、YouTube 見てね、ぜひ協力したいって言っていただきましたので、嬉しいばっかりですね。まあ、そんなわけで、やる前に、ダイエット効率を上げるために、なんだっけ、スクワットを15回、本当のスクワットですね、正しいやり方を教えてもらいました。本当のスクワットを、15回3セットやりました。その後、ぴょんぴょんダイエットをしたんですけども、はい。今日も、この動画はですね、3分少々で終わるんですが、今日もこの後すぐに、IGTV 用のね、縦上がりの動画を撮るので、まあ、合計で6分ですね。合計で6分やってます。そう。まあ、先生に6分やりましょうって言って、これみんな見てると、あともう倍やりなさいとか言われるかもしれないけど、とりあえず動画実行で、はい。と、まあ、そんなわけで、やってます。でね、今日実はね、夜の7時半から、また、その先生の特別講義が、一つのね、神戸だったかららしく、それをもう、ズームで参加する予定です。こう、着実に体をシェイプアップしてるんですが、そう、あと1分ですね。あ、なんか私、体楽になってきたな、ずいぶん。この3日4日で。もう、これくらいジャンプしてね、いけそうな感じがするけど、あんな無理するとね、そう、あとで膝に来たりしても困るしね。はい。そう、まあ、無理しない範囲でやってます。で、昨日からね、食べ物、食事なんかもちょっと調整させてもらってます。はい。で、まあ、いつもこのね、斜め下から撮ってるカメラなんで、あんまり顎のラインとか見えないかもしれないんですけども、ぶっちゃけ、正面から見ると、かなり痩せた気がするんだけど、気のせい。そう、かもしれません。あとで正面のカメラを出してみようかな。あと18秒ですね。まあ、このサプリメント XM3 とスーパーミックスは、私のところにご注文いただければ、小売販売もいたします。で、
試してみたいって方は4日分だけ皆さんね無償で郵送させていただいてます。ただし皆さんそのレポートを LINE で教えてもらうという感じになってます。そんなわけでちょうど3分ですね。こう確認いたしましたので今日は